エレミヤ書、十四章。日照りのことについて、エレミヤにあった主の言葉。ユダはもに服し、その門は打ちし折れ、地に伏して嘆き悲しみ、エルサレムは哀れな叫びをあげる。高貴な人は、召使いに水を汲みに行かせるが、彼らが水ためのところに来ても、水は見つからず、空の器のままで帰る。 彼らは恥を見、恥ずかしめられて頭を覆う。地には秋の大雨が降らず、地面は割れて、農夫たちは恥を見、頭を覆う。野の目近さえ、幸運でも捨てる。若草がないからだ。野呂場は裸の丘の上に立ち、ジャッカルのように喘ぎ、目も衰え果てる。青草がないからだ。私たちの尖が、私たちに不利な証言をしても、 主よ、あなたの皆のために事をなしてください。まことに、私たちの配信は大きく、私たちはあなたの御前で罪の中にいます。イスラエルの望みである方、苦難の時の救い主よ、どうしてあなたはこの地にいる気流者や一晩だけ立ち寄る旅人のようにされるのですか。なぜ、あなたは驚いているだけの人や、人を救えない勇士のようにされるのですか。 主よ、あなたは私たちのただ中におられ、私たちはあなたの皆をもって呼ばれているのです。私たちを置き去りにしないでください。この民について主はこう言われる。このように彼らはさまようことを愛し、その足を制することもしない。そのため主は彼らを受け入れず、今彼らの都がを覚えてその罪を罰する。 主は私に言われた。この民のために幸いを祈ってはならない。彼らが断食しても、私は彼らの叫びを聞かない。全焼の捧げ物や穀物の捧げ物を捧げても、私はそれを受け入れない。かえって、剣と飢饉と疫病で彼らを立ち滅ぼす。私は言った。ああ、神、主よ、ご覧ください。預言者たちは、 あなた方は剣を見ず飢饉もあなた方に怒らないかえって私はこの場所でまことの平安をあなた方に与えると人々に言っているではありませんか主は私に言われたあの預言者たちは私の名によって偽りを預言している私は彼らを遣わしたこともなく彼らに命じたこともなく語ったこともない彼らは 偽りの幻と、虚しい占いと、自分の心の幻想をあなた方に予言しているのだ。それゆえ、私の名によって予言はするが、私が使わしたのではない予言者たち、剣や飢饉がこの地に起こらないと言っている、この予言者たちについて、主はこう言う。剣と飢饉によって、その予言者たちは滅び失せる。彼らの予言を聞いた民も、 飢饉と剣によってエルサレムの道端に放り出され彼らを葬る者もいない彼らもその妻も息子娘もそのようになる私は彼らの上に彼ら自身の悪を注ぎかけるあなたは彼らにこの言葉を言え私の目は夜も昼も涙を流して止まることのないように乙女である娘 私の民の打たれた傷は大きく、それは癒しがたい、ひどい打ち傷。野に出ると、身を剣で刺し殺された者たち。町に入ると身を飢えて病む者たち。誠に、預言者も祭司も、血を行き巡って仕事に精を出し、何も知らない。あなたは、ユダを全く知りけられたのですかあなたは、シオンを嫌われたのですか なぜあなたは私たちを討ち癒してくださらないのですか私たちが平安を待ち望んでも幸いはなく癒しの時を待ち望んでもご覧ください恐怖しかありません主よ私たちは自分たちの悪と先祖の咎をよく知っています本当に私たちはあなたの御前で罪の中にあります皆のために私たちを退けないでください あなたの栄光の見ざを恥ずかしめないでください。私たちとのあなたの契約を覚えていて、それを破らないでください。国々の虚しい神々の中に大雨を降らせる者がいるでしょうか。それとも天が夕立を降らせるのでしょうか。私たちの神、主よ、それはあなたではありませんか。私たちはあなたを待ち望みます。あなたが、 これらすべてをなさるからです。